はい、タカと。あなんか奥さんみたいだよね。結婚するの？どうだろう。どうだろうって、あいつ浮気してた。え？結局性欲には勝てないんだなって。女がみんなそうじゃないもん。少なくとも私だって理性あるし、好きな人としかしたくないもん。綺麗事だろう。もし例えば私が1ヶ月禁欲したらどうする？何言ってんだよ。もし本当に禁欲できたら、その時何でも言うこと聞いてやるよ。こんなことしてバカみたいって私自身思ってる。でもタカトを振り向かせたかった。嘘だろ？嘘じゃない、ちゃんと我慢したもん。おはよう。おはよう。うん、俺のこと好きって？ずっと好き、子供の頃から。綺麗あげちゃうよ First impression. These few nights have raised some questions. Eyes of neon and a heart of gold. 今日は
あー今日からだっけ。あ、はい、一応よろしくね。あ、はい。てかあれ話聞いてる？あ、すいません。返事は？はい、はい、もう聞いてね。ハミちゃんよろしく。はい。今日から？あ、はい。あ、神です、よろしくね。小田です、よろしくお願いします。まだ若いね。大学生？あ、1年です。あ、1年生ってことはまだ10代？私もう4年生なんだけどさあの、そこが一段落したら掃除の順番とか教えるから。あ、わかりました、お願いします。お願いします。でも安易だった。面接の時の柔和な雰囲気と違って超性悪そうな店長に驚き、テンションが下がってしまっていたが、めっちゃ綺麗でスタイル抜群の先輩美女にいきなり心を奪われてしまった。いつまでぼっとしてんの？あ、違います。先輩が人並みしたら来るって言ったんでここで待ってました。お前さ、初日にさそんな受け身の仕事でどうすんの？つかさ、今かみちゃんずっと見たかった。仕事先でさそういう変な気起こさない、マジや。しました。こんばんは。いつものです。久しぶりだね。久しぶりですね。確かに。何してたんですか？ちょっと。でも忙しくてもずっと忙しいんだよ。そうなんですね。それはしょうがないか。でもちょっと来てくんないと寂しいんで。ごめん。今日はいっぱい飲もう。本当？うん。本当に？どんどん。お、いいです。その後じゃあご飯行きます。いいよ。行っちゃいます？お、ごちそうするわ。え、本当ですか？ちょっとちゃんと潰れないで。頑張るわ。頑張る。いや、潰れないでくださいね。ちょっと今日も美味しいの用意してるんで。ありがとうございます。はい。初日お疲れ様。あ、ありがとうございます。お願い。わかりました。疲れた？どうだった？なんかこんな時間まで働いてなかったんで、うん、なんかフェース配分とかでちょっともうちょっと頑張ります。あ、いやいや、でも頼もしいね。いや、頑張ってよ。本当ですか？ありがとうございます。あ、そういえば店長は、うん、ああ、あの売上をね ATM に入れに行ったとこ。あ、そうなんですね。うん、はあ、頑張って一緒にやってくれるようにちょっと私もサポートするわ。頑張ろうね。うん。綺麗なかみさんに惹かれバイトに来る楽しみに浮かれていた。いやー、でも2人だとやっぱ早いわ、助かる。あ、本当ありがとうございます。いや、でも本当かみさんが丁寧に教えてくれるから本当嬉しいです。え、そんな、だって覚えてもらわないとね、私も困っちゃうからさ。確かに。慣れた？あ、でもまだちょっと接客がちょっと緊張しちゃいます。逆ね、でもそこはもうなんかフィーリングでどうにか。だってうちのお店結構優しいお客さん多いからさ、うん、大丈夫だと思うけど。あ、いやいや、かみさんはその、あ、アンナさんとかでいいよ別に。アンナさんはその、うん、はい、おはよう。おはようございます。います。あ、そうそう、今日さ平日だからさ帰ってくんねえかな。え、いやさ、ちょっとさ赤字になりがちなんだよね平日って。だからさ、ちょっと時給分出しちゃおっからね、頼むよ。事前授業じゃねえからさ、すまんね。お疲れ。
わかりました。あ、お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様。ありがとうね。ちゃんどう？いい感じ？はい、仕事覚え早いですよ。そう、なんか随分親しげに喋ってたじゃんか。そんなことないです、仕事を教えてただけです。どう？あいつさ、なんか慣れてなさそうだからさ、心配なんだよな。しかもさ、あいつお前のことすっごい目で見てたぜ、いやらしい目で。いやいやいや、ね、なんかされたらさ、すぐ言えよな。やめてくださいよ。いいのか、そんなに口答えしちゃって。今月も来月もピンチなんだよな。あいついたらさ、お前の時給上がんないんだよな。そしたらさ、お前大丈夫かね。やめてください。やめてください。店長、いいのか、そんな口。見られたらどうするんですか。大丈夫、まだ客いないよ。よろしくね。平日は暇だね。亜美ちゃんは始発までどうするの？ってことは始発まで暇ってわけだ。何のことですか？ん？分かってるくせに。やめてください。うんだよ、冷たいな。ん？やめてくださいって。あー、無理しで。ねえ、他じゃ大変だよ。どうしよっか、じゃあ。頑張ろうね。あ、はい、はい。どうした？なんか元気なくない？あ、いや、大丈夫です。本当？はい、あ、気をつけてね。はい。あー、まだ抜けねえわ。おはようございます。あ、あ、はい、はい。あー、ギョウさん。はい。ちょっと一緒に酒作ってくんね。あー、多分忙しいから。わかりました。うん。あー、あと君は、はい、今日はちょっとホールでよっか。ホール？うん、じゃあやろっか、今日ね。はい、頑張って。はい、よし、やっていこう。はい。ホールまで行ったことないので。あー、そうっすね。あ、じゃあちょっと後で教えるね。
願いします。最近どうですか？いや、めっちゃ忙しいです。営業は。なんか大変なお客様いらっしゃるって言ってましたけど、もう全員そうですよ。最近全員ややこしいです。ややこしい、ややこしいです。本当にそうっすか、うん、あれですか。え、でもなんか上手そうだから。いや、気使いますよ。気使いますか、うん、ここだけっすよ、落ち着けるのは。本当ですか。あ、すいません、体調大丈夫ですか。あ、大丈夫です。よくあることなんで。本当ですか。大丈夫です。うん。あ、お待ちくださいね。ちょっとね、もうお願いしますからね。お願いします。はい。いつも何飲まれるんですか、ワイン以外は。ハイボールが多いですかね。ハイボールですか、うん、まあね、糖質少ないからね。どうした、大丈夫か。あ、はい、あちらのお客様、あら、これされてるかと。はい、はい、ね。ちょっと手伝う、お願いしまっていい、一緒に。こっちで。うん。はい。あ、君はさ、はい。ちょっと、あのお客さん、起きちゃうことないから。いいよ、ちゃんと見てて。あ、はい、できる、できる。は、は、はい。はい。あ、よろしくね。聞いちゃうかもね。新人バイト君も聞いちゃうかもしれないよ。見えちゃうかもよ。うん、じゃあ黙って。いつもよりね、もう飲んじゃうんですよ。ちょっと多すぎました。気持ち悪いですか。ちょっと、あ、ちょっとね、お店飲めそうだったら、ね、飲めた方がいいんですけどね。大丈夫ですか。すべてバレていた。そして首